フレームレスレーションヒーターフレームレスレーションヒーターは水によって加熱を開始する化学ヒーターでありアメリカ軍の MRE の食物を加熱するのに用いられるアメリカ軍はヒーターの使用として12分で 227g の料理の温度を摂取56度上げること外から見える炎を用いないことを要求したヒーターは少量の鉄と混ぜられた 粉末状のマグネシウムおよび食塩を含む。反応を開始させるために少量の水が加えられ、反応が進行すると水は沸騰する。酸化還元反応と呼ばれる電子の移動プロセスでヒーターは熱を発生させる。以下の化学反応に従い、水がマグネシウムを酸化させる。この反応は鉄が酸素によって錆びるのと同程度の速さで進行する。 そのため、マグネシウムと水のみで反応して発生する熱は、食料の加熱には少なすぎる。反応を早めるため、開発者は、鉄粒子、食塩、マグネシウム粒子を混合した。鉄とマグネシウムが食塩水のような電解液の中で混ざり合うとき、ガルバに電池となり、電気を発生させることができる。水がヒーターに加えられると、食塩が溶けることで、 電解液の食塩水となり、鉄とマグネシウムの粒子が小さな電池へと変わる。鉄とマグネシウムの粒子は接触しているため、数千もの小さな電池となり、素早く反応を起こし熱を発生させる。特許保有者はこのプロセスをスーパークロディング・アルバニックセルズと名付けた。アメリカ合衆国特許第561万1329号は、 粉末状の鉄マグネシウム合金を用いる。ヒーターは7 5ムの合金と0 5ムの食塩からなっている。3 0トルの水を加えるとすぐに、この混合物は2 3 0ムの食料を10分で摂氏56度上げることができる。すなわち、およそ80ワットで5 0ールの熱を発する。アメリカ合衆国運輸省連邦航空局は、テストの末、これ、 ラノフレームレスレーションヒーターから発生する水素ガスは旅客機に危険をもたらすのに十分な量であるとする結果を公表した。このテストは密封されていないフレームレスヒートポーチ1袋の食塩水スタイロフォーム製皿トレー電子レンジで調理沸騰可能なボールの中で密封された料理からなる商業用のヒーターミールとして実行された。ありがとうございます。